どうも皆さんこんにちは、着スです。本日はですね、アメリカンエクスプレスのオファー、こちらがですね、今先着できておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ね、対象者限定でいくつかね、アメックスのオファーがね、来て、 おります。先日ね、ヒルとアメックスのね、えー、イオン系で使うと、えー、10%オフっていうね、オファーが来てますよということで、こちらね、コミュニティ欄と、えー、細かい話かなんかでね、お話しさせていただいたと思うんですけども、こちらもね、ありましたよね。で、今回ですね、えー、コンビニもしくは、えー、携帯電話、こちらね、私先月来たんですけども、で、またですね、私が今月ね、新しく来たのはですね、 Amazon、Yahoo! ショッピング、Apple ID に入金していただくと、10%キャッシュバックっていうのもね、来ておりまして、こちらね、非常にいいです。まあ、今回ね、3つほど来ておりますので、こちらね、解説やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということでこちらがですね、アメックスのログイン後の画面ですね。こちらはウェブサイトになっておりますけれども、アプリでもね、確認することができます。アプリの場合は、ログインしていただいて、右下の方にね、オファーっていうのがあると思います。 ので対象カードを選んでいただくとこちらのオファーにね出てくると思います。で今回のねオファーなんですけれども携帯合算払いで1万5000以上の利用で3000ポイントまたねアマゾンアップルサービスヤフーショッピングヤフーオークションの利用で10%キャッシュバックそれ以外にもセブンイレブンミニストップのタッチ決済で10%キャッシュバックとはねオファーが来ております。今回のこのオファーなんですけれどもアメックスの場合はねどのカードに来ているか正直わかりませんですので私はねアメックスゴールドプリファードに来ておりましたけれども。 まあ、アメプラに来ているっていう方もいらっしゃれば、ヒルトンに来てたっていう方もいらっしゃいますので、ぜひね、こちらオファーの方ね、チェックしていただければなと思います。で、またですね、こちらのアメックスのオファーに関しては、こちらね、私の本会員カードの画面に来ているわけなんですけども、家族カードってありますよね。アメックスのゴールドプリーファードだったら、2枚ぐらい確か無料で発行できたと思うんですけども、こちらもね、普通にね、本会員と同様、オンライン登録していただければ、 このね、オファーっていうのは見ることができて、またね、カード別でね、参加することができますので、家族カードを保有されている方も、ぜひね、こちらアカウントね、作っていただいて、オファー画面ね、見れるようにしておいてください。利用金額はね、家族カードなので、本会員の方に行くわけなんですけども、オファーはね、別々に参加することができますんで、こちらね、結構おすすめです。で、今回のオファーね、一つずつ見ていきたいなと思うんですけども、まずね、こちらのオファーからですね、どこも au、ソフトバンクなどの月々の携帯ご利用 料金を1万5000円以上利用で3000ボーナスポイントですねこちら非常にいいですよねまあ、私はね3月にこちら来てるんですけどもえ先ほども言ったと思いますけれども最近来てる方もねいらっしゃったみたいですのでぜひチェックしてくださいキャンペーン内容はえ2025月31日までにドコモ au ソフトバンクなどの 携帯料金をウェブサイトにて1万5千円以上の支払いにカードをご利用いただくとメンバーシップリワードポイントボーナス3000ポイント加算いたします。事前登録先着2万名限定っていうふうになります。で、このね、アメックスのオファー基本的に先着になっておりますので、オファー来てる方に関しては、ひとまずね、エントリーだけね、確実にね、しといてください。で、こちらの詳細なんですけども、5月の31日、こちら私の場合にはなりますけども、ドコモアハも、au、ポボ u q モバイルソフトバンクワイモバイル ラインもなどの月々のご利用料金に1万5000円以上決済いただくとメンバーシップリワードポイント3000ポイントがもらえます複数回の合算も可能っていた形になりましてまあスマートフォン代ですねこちらのね請求で上がってくるものが1万5000円を超えると3000ボーナスポイントがねもらえるということでこちら非常にいいですよねでドコモとか えー、あと、UQ モバイルとか AU とかね、あと、ワイモバイル、LINE もソフトバンクに関しては、えー、こういった感じでね、D 払いに携帯料金合算バレーでチャージすることができますよね。こちらは D 払いで、こちらは AU ですね。AUPay 残高チャージの入金方法ということで、えー、AU 簡単決済を選択すると、月々の中心診を合算してお支払いいただけますということで、<laughs> AU のね、えー、スマートフォン使っている方は AUPay にね、 通信料金合算でね、入金することができます。で、Y モバイル、ソフトバンクの方は、まとめて支払えてね、PayPay ペイペイにチャージすることができますよね。こちらだけ注意が必要で、初回はね、無料なんですけども、今ね、2回目以降チャージ、手数料2.5%かかりますので、利用される方は1万5千円一気にね、チャージするようにしてください。まあ、こういったね、ポード決済に入金する方法もございますし、 今ね、キャリア決済で Apple Store でね、利用していただくと、えポイントがね、もらえるキャンペーンが来てるんですよね。こちらが au の えー、l e Store で、Google Pay のストア、Android のスマホドフォンで来ておりまして、まずこちらが au の方ですね。えー、初めての方、どなたでもということで、まあ、こちらのキャンペーンで、ね、初めての方だったら、えー、確実にポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、初めての方であればね、結構いいのではないのかなと思います。で、初めての方のね、キャンペーンを見ると、期間中にエントリー &Apple ア,アカウント、Apple ID にお支払いにキャリア決済を初めてご利用いただくと、漏れなくポンタポイントがもらえるということ まあ5万,円使わない5万円使わなきゃいけないんですけども、まあ、5000ポイントねもらえるということでこれはね結構いいですよねでまたね1万円以上の利用だと1000ポイントっていうふうになりまして、まあ、今回のねこのオファーに関しては1万5000以上利用しなきゃいけないので、まあ、こっちでコラボして利用していくんであれば やはりね、1万5千円はチャージして1000ポイント取っていくかっていうところですよね。まあ、もしくはね、もう初めての方で5万入れてもね、全然問題ないよっていう方はこちらで5万入れていただければ、5000ポイント取れちゃうっていうふうになりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですよね。 こっちで5万円使えば、まあ、5000ポイント、ポンタポイントね、もらえて、まあ、アメックスの方では、1万5000以上超えていますので、3000ボーナスポイントがもらえちゃうっていうふうになりますんで、こちらね、非常にいいですよね。au, u q モバイル使ってる方はね、こちら、利用していただくのはね、非常にいいのではないのかなと思います。一応ね、この、 こちらね、Apple Store の利用で、えー、簡単決済を使ってね、入金する方法ということで、利用したことない方ね、ほとんどだと思いますので、あとでね、ちょっとどんな感じで利用するのかね、あの、お見せしたいなと思うんですけども、まあ、初めての方であればですね、まあ、確実にね、もらえるっていうふうになりますし、こちらのキャンペーンね、Apple ID の入金は書いてないんですけども、今まで利用した方はね、こちらもらえてたみたいですので、おそらく今回もね、大丈夫なのではないかと思うんですけども、もしね、どうしても心配だっていう方は、反省しない方がいい かもしれないですね普通にね、こちらの,の AUP にね、あのチャージで終わらしといた方がいいっていう感じですかね。 で、次にドコモですね。こちらが iPhone で、こっち Android なんで、ページ自体はほとんど一緒で、下の文言がちょっと変わってるぐらいなんですけども、えー、こちらはね、キャリア決済初めての方は最大3万ポイント、期間用途限定ポイントがもらえます。このドコモの方はですね、えー、期間用途限定ポイントなんで、まあ、現金化はできるんですけども、えー、マイルには交換できないポイントで付与されます。で、エントリーしていただいて、 こちらもね、キャリア決済利用していただくと、えー、初めて利用される方は3000円から9999円で300ポイント、1万円から2999 9円の場合は1000ポイント、3万円以上4999円の場合は3000ポイント、5万円以上で5000ポイントがもらえます。まあ内容としてはね、先ほどとほとんど 同じようなね、キャンペーンになっているわけなんですけども、まあこういった感じでですね、ポイントがもらえます。で、注意事項としては、こちらね、iOS の画面で、こっちは Android の画面なんですけども、 こちらね、下の方にね、行って、結構下の方に行っていただくとですね、あ、これですね、Google Pay、Apple Store、両方のキャンペーンにエントリーした方は、どちらもエントリー無効となり、ポイント認定権利を失いますということで、まあ、不正行為に満たされてしまうっていうふうになりますんで、まあ、いないと思うんですけどもね、まあ、こういった感じになっておりますので、一応ね、iOS の画面と、えー、こちらね、 ほとんど一緒なんですけども、下の方に、ね、Google プレートが出てきますんで、こっちね、Android のキャンペーンなんですけども、一応ページが分かれております。両方ともね、概要欄に載せておきますので、えどこまで参加したいですよっていう方は、こちら利用してください。ですので、こちらで初めて利用される方は、まあ、こちらですよね。1万5千円。 え、利用していただければ1000ポイントもらえるっていうふうになりますし、まあ5万円以上ね、あの利用していただければ5000ポイントもらえますので、初めて利用される方であればですね、こちらね、こっちのね、条件は1万5000なので、まあそれを見てね、ご自身が許される範囲でね、Apple ID にね、キャリア決済でチャージね、していただければなと。 思います。それでは次にソフトバンク、Y モバイル、LINE の方ですね。ソフトバンクまとめて支払い、Y モバイルまとめて支払いのご利用で、春がお得キャリア決済で PayPay ペイペイポイント合計1万ポイントプレゼントということで、こちらもね、エントリーが必要になります。で、初めて利用された方はですね、漏れなくもらえるということで、100円で100ポイント、330円で200ポイント、3300円で500ポイント、12000以上で2000ポイント、5000以上の利用で5000ポイントということで、こういった形で で、もらいますでべてのお客様、利用したことある方に関しては、まあ、抽選になってしまいますよということで、えー、漏れなくもらえますんでね、初めて利用される方は、こちらもね、非常におすすめです。で、先ほどから言っている通り、アメックスの方のキャンペーンは、1万5 0 0円が利用上限ですので、まあ、こちらを狙っていただくと、えー、1万5 0 0 0利用して2 0 0円分のペイペイポイントがもらえるっていうふうになりますんで、まあ、ペイペイポイントもね、ペイペイ証券経由で現金化することができますので、こちらもね、 おすすすめですまあ、先ほどから言っている通り、こちらはね、5万5千以上になるわけなんですけれども、5万5千利用していただければ、5千ポイントね、漏れなくもらえますので、 こちらはね、いいですよね。で、ペイペイに関してもですね、こちらね、あの、アップル ID への入金は記載がないんですけども、まあ、今までね、ずっと利用されている方のね、話を聞くと、チャージでもね、ポイントもらえるっていうふうになりますんで、こちらもね、大丈夫かなと思います。まあ、先ほども言ってると思うんですけども、まあ、どうしてもね、心配だったら、まあ、こちらだけね、利用していただければ、ボーナスポイントだけ取れるっていうふうになりますんで、まあ、こちらも併用したかったら、こちらでね、利用していただければなっていう感じですね。まあ、定期的にね、アップル商品ね、 購入する方に関しては、今回ね、こちら、アップライ ID に入金していただいて、さらにポイントがもらえて、またね、アメックスのキャンペーンもね、併用できちゃうっていう風になりますんで、 これはね、本当にいいですよね。それでは次です。アマゾン、アップルサービス、ヤフーショッピング、ヤフーオークションのウェブサイトにて、えー、支払いしていただくと、10%キャッシュバックキャンペーンですね。こちらもね、私はアメックスのゴールドプリファードに来てたわけなんですけども、アマゾンとかね、アップルサービス、ヤフーショッピング、ヤフーオークションとかにね、利用していただくと10、10%で5000引きが利用することができます。こちら先着2万名までということで、10%の5000ということで、5万円利用していただくと、5000 割引していただけるっていうキャンペーンですね。めちゃくちゃいいですね。またね、このアマゾンとかですね、ヤフーショッピングに関しては、このメンバーシップリワードプラスね、このアメックスゴールドプリファード無料で登録できて、100円で3ポイントね、まあ50万円までにはなりますけども、え取れるっていう風になりますんで、ボーナスポイントもね、対象加盟店で、このキャンペーンはね、めちゃくちゃいいですね。で、こちらもね、エントリーが必要になっておりまして、2022年5月1日から2022年6月30日、えこちら こちらね、私は5月1日に来ましたけども、こちらも先月に来た方いらっしゃるということで、こちらもチェックしてみてください。で、こちらはね、注意事項がいくつかありまして、 まずね、アマゾンの場合は、アマゾンファミリー年会費だったり、えー、プライムスチューデント年会費、ビジネスプライム、オーディオブック、アマゾンペイ、アマゾンネットスーパー、アマゾンプライムと、その年会費は対象外ですということで、こちらね、対象外が入っております。またね、アップルの場合は、アップルストア、アップルブックス、アップルアーケード、アップルミュージック、アップルワン、アップル TV プラス、アップルポッドキャスト、iCloud プライス、i チューンズおよびアップル ID に入金のみが対象っていうふうになりますので、 こちらもね、ご注意ください。で、Yahoo ショッピングもね、ございまして、ロハコバイアスクルであったり、フルナビサトフルは、あと、 自動車の購入ですね。こちらも対象外になっておりますんで、この点ね、ご注意ください。で、この Apple のね、Apple ID 入金ね、こちらもちょっと後で見ていきたいなと思うんですけども、定期的にですね、Apple 商品を購入する方は、こちらね、入金しといていただければですね、今後ね、利用することができますので、まあ先ほどね、こういったキャンペーンもございましたけども、定期的にね、Apple 商品購入する方はね、こちらで利用していただくのもね、かなりおすすめです。 それでは次にですね、先にね、こちらのオファーね、見ていきたいなと思います。セブンイレブンミニストップタッチ決済で10%キャッシュバックですね。こちらちょっと私はね、来てなかったんですけども、ツイッターの友人の方はね、来ていた方いらっしゃいまして、画像をお借りさせていただきました。こちらもエントリーが必要になっておりまして、2020年6月30日までにセブンイレブンミニストップでタッチ決済を利用していただくと10%キャッシュバックいたしますということで、期間中合計2000円までですということで、10%の2000円ということですので、 え、2万円使うと2000円返ってくるっていう計算になります。こちらはね、10%キャッシュバックですので、まあ、このね、セブンイレブンとかミニストップはですね、三井住友カードのタッチ決済のね、対象点になっておりますので、まあ10、10%キャッシュバックがいいか、またね、あの、三井住友カードの場合であれば、V ポイントで付与されますので、まあ、どっちがいいかはですね、ご自身で決めていただいて、利用ね、していただければなと思います。 ま、コンビニなんでね、コンビニで2ヶ月で2万円使う人ってそんなに多くないかもしれないんですけども、まあ、一応ね、こちらもタッチ決済でキャンペーン来ておりますんでね、カード差し込んだら対象外になりますんで、この点ね、注意してください。 それではね、実演でやっていきたいなと思うんですけども、まずキャリア決済の方ですね。ちょっとね、今サブ端末を持ってきて、これね、ソフトバンクでね、契約してるんで、キャリア決済の設定できると思いますんで、え見ていきたいなと思います。まずね、キャリア決済の設定の仕方からですね。えまず、設定画面を開いていただいて、自分のお名前アイコンをね、クリックしていただきます。そうするとですね、えお支払い先とえ配送先っていうのが出てると思いますので、こちらをね、クリックしていただきます。 そうするとですね、Apple Pay、クレジットカード、デビットカード、キャリア決済っていうのはね、出てると思いますので、こちらのね、キャリア決済をね、クリックしていただきます。そうすると、えこの電話番号を使用する、他の電話番号を使用するっていうのが出てくると思いますので、この携帯番号を使用するをね、えチェック入れていただいて、これで完了ですね。 ではね、設定が完了いたしました。これでね、支払いしていただければ、キャンペーンね、参加ができるっていうところですね。で、ここでね、注意が必要なんですけども、今ね、キャリア決済アメリカンエクスプレスって並んでると思うんですけども、この Apple ID の入金っていうのは、この上の方からね、決済されてしまうんですよね。ですので、もしね、キャリア決済アメリカンエクスプレスで今並んでればいいんですけども、アメリカンエクスプレスキャリア決済でやって、あの、そのままね、あの入金しちゃうとですね、 キャリア決済じゃなくて、アメックスの方で決済落ちてしまいますんで、この点ね、ご注意いただければなと思います。で、次にですね、APP ストア行っていただいて、右上のね、お名前のところをクリックしていただきます。で、そうするとですね、アカウントにチャージってのがありますよね。こちらを押していただきます。そうすると、ギフトコードより簡単ということで、これでね、チャージすることができる感じになります。まあ、これで金額入れていただいて、そうですね、あの、タッチ ID がね、 あの、私の場合出ますけども、タッチ ID 入れていただければ、これでね、決済が完了っていう風になります。まあ、これでね、利用していただくと、えー、1万5000以上利用していただければですね、アメックスのキャンペーンでボーナスポイントがもらえて、またね、初めてね、この、 キャリア決済利用して、Apple ID の入金ね、していただければ、PayPay、まあ、ポイントがね、もらえたりいたしますので、まあ、こういった感じでね、利用していただければなと思います。これでね、両方のポイントね、取れるっていう風になりますので、これはね、非常にいいですよね。ぜひね、金額は Amex の方が1万5000以上のね、利用が必要になりますんで、この点ね、ご注意いただければなと思います。 それでは次ですね、Amazon であったり、ヤフーショッピング、ヤフーオークション、あとアップル ID の入金で5万円利用していただくと5000キャッシュバックが受けられますよね。こちらをね、見ていきたいなと思うんですけども、今回のはアメックスのクレジットカードで決済していただく必要が、 ございます。先ほどは、えー、キャリア決済でしたよね。で、今回はアメックスのクレジットカードということで、やることはね、一緒なんですよね。まあ、アマゾンとかヤフーショッピングとかね、そこで普通にカードを使っていただければ、キャッシュバックで、ね、5000取れるわけなんですけども、アップル ID の入金だけね、ちょっとね、見ていきたいなと思います。こちらで、えー、先ほどね、あの、同じようにですね、まずね、設定画面を開いていただいて、お名前のとこをクリックしていただいて、配送先と、えー、支払いですね。 支払いと配送先ですね、失礼しました。で、こちらはね、出ている通り、キャリア決済とアメリカンエクスプレスで今並んでおりますよね。こちらもね、先ほどと同じ話なんですけれども、あの、今ね、キャリア決済の上で、アメリカンエクスプレスが下になっていると思いますけれども、これで入金しちゃうと、キャリア決済で落ちますよね。ですので、これだと、今回のこのキャンペーンは、アメックスのカードを使わなきゃいけないんで、これだとダメですので、キャリア決済ね、消しちゃいましょう。 消しましまたで、これでね、今、アメックスのゴールドプリファードが一番上になりましたよね。この状態になってから先ほどとやることは一緒ですね。app ストアを開いていただいて、右上のね、お名前をクリックしていただきます。で、下の方に行っていただくと、アカウントにチャージってのがありますのでえ、こちらでね、チャージしていただくっていうふうになります。で、こちらは、あとはね、もう一緒でえ、今回のね、アメックスゴールドプリファードの 10%オフで Apple ID 入金する方は5万円で5000キャッシュバックっていうふうになりますんで、まあこれはね、あの、いくらでもいいんですけども、まあ5万入れたかったら5万入れていただいて、タッチ ID でね、決済していただければ4万5000で利用することができるっていうふうになりますんで、こういった感じでね、利用するようにしてください。 はい。ということで、今回ですね、アメリカンエクスプレスのオファーがですね、来ておりましたので、解説させていただきました。携帯料金合算払いのですね、1万5000以上利用していくと、3000ポイントがもらえて、またね、えー、キャリア決済の、ね、方で、今ね、Apple ID の入金のね、キャンペーンがやっておりますので、まあ、こちらね、併用できる方に関してはですね、非常におす,すめっていう風になっておりますので、ぜひね、こちら来てないかね、チェックしていただければなと、 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレガ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。